おはようございます。お願いします。おはようございます。今日はね、ちょっと僕打ちたいのあるんですよ。これいきますわ。せいや。何打とっかな。まあ、大人気コーナー。リセットはかかってますと。セイクリッドセブン打ちたいけどあんま知らんしな。ややこしいしな。リゼロルかな。ちょっとリゼロ出遅れましたけど。朝一33ゲーム回された台ですね、ポイント450溜まってます。まあコンビニで示唆は出なかったということで、まあリセット朝一回ってみた状況の中ではリセット勝てたんで、これからスタートです。ルクルクペアルクでこんにちは、始まりましたね。次郎です、よろしくお願いします。ネットです、よろしくお願いします。さあ、ハイテンションとは裏腹に、はい、数日前に死の宣告が。何ですか？僕がとかじゃないんですよ、健太さんとかがじゃないんですよ、はい、番組が死ぬと、はい、ということで、まあいろんな規制があったりだとか、かなり厳しい、ね、業界時代だと言われております。その中で、このルックルックペアルクでこんにちは終わります。今回が最終回と。ドッキリですか？ということで、ドッキリだったらよかったんですけどね。もうちょっと僕も多分テンション上げれてやれたと思うんですけど、声も枯れるよそらっていうスタートから。確かにその、まあ、健太さん始まって、はい、何回目？4回目、5回目ぐらいですか？4回目っすね。でも服も今日私服なんですよせめてなんか 1,2 個着といたらね。まだそのルックルック感とかもありましたけど、はいはいはい、まあ小次郎が辞めて、うん、健太さんに代わり、まあ、ここから頑張っていこうというこのタイミングで終了と。いや、もうまあ終わるんすね。はい。じゃあ1個提案があるんですけど、はいはいはい、今日、はい、そのまあ最後じゃないですか、はい、だからこの番組やっぱ目的はペアルックじゃないですか、はい、僕が勝ったらペアルックでエンディング撮りません？飲もうですね。いや、せめてそこはそれは飲もう、はい、ね、これで僕が勝って終わりやから、ね、何も着ないとかっていうのはちょっとあれやな。そうね、で、はい、いや、まあ、確かにそう思う。あの、これしか着てないもん俺もういっぱい ですよね買ったみたいやけど、見たかった人も、まあ、いっぱいいるだろうし、まあ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 、僕もペアルックしたくて頑張ってたわけじゃないんですか、はい、はい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 、それはやってもらいましょう。そればっかりは飲もう、はい、僕買ってどうします？僕買ったら逆に脱ぎます逆に私服で初の試みでマジか。でも逆にしてほしいことないっすね今ちょっと考えたけど、はい、今の何秒かないっすか。何にもなかったんで、まあ、まあ、プレゼントとかしますかこれいないやろ使い道ないでまあお互いがお互いだから、その、まあ、かかってるもんも、はい、まあ、もちろん大事ですけれども、はい、まあ、最後にふさわしいような実践、まあ、終わりよければ全てよしというような言葉がありますから、はい、あのみんな勘違いしてるけれども、小次郎の時もそうだったから、終わりよければ全てよしで終わりが綺麗やっただけあ、もう途中とかもう死ぬほどみんな小次郎を叩いてたから終わりだけやったんで、はいはい、終わりよければ全てよしということで、今日は一日精一杯、これがルックルックペアルックでこんにちはだぞっていうところを見せつけませんか、はい。なんかもう一瞬で口がカピカピになりましたよ今本当なんか知らんけど僕私事ではあるんですが、はい、今月2個目なんでレギュラー終了。僕はこれで健太として出てるレギュラーゼロですから、はい、これでお互い頑張りましょう。そうね2人とも負けたら、はい、職場にでも行きますか。そうですね、2人揃って、はい、勝たなければ僕たちの仕事なんて意味がないとい
というような気持ちで終わりよければ全てよし、この今回だけ頑張るように、今が人生のど真ん中ですからここだけ今日だけ頑張りたいなと思いますんで、精一杯頑張っていきます。よろしくお願いします。さあそれではリゼロ打っていきます。ここから始めるのよ。有利区間消化されて33ゲームなんで、多分その2ゲーム3ゲームでコンビニステージ終わり、そのまま膝枕じゃない温泉回したパターンだと思います。450と原作もそうですし、この台のゲーム性自体そうなんですが、人の決めた運命に従わない、いかに抗えるかというようなゲーム性でございますから、人の決めた有利区間上等、これ戦います。やっぱ打てば打つほど分かんないこととかも多いんですけどね、原作を踏襲したゲーム性というか、もちろんそのキャラクター云々とかそういうこともあるんですけど、ね、把握芸に負けたら死に戻ってまたコンビニステージからやり直すとか、まあ、それも原作に忠実じゃないですか。そういう意味でもなんかこう決められたことに抗うというようなこのゲーム性がやっぱ最近好きなんで、よくリゼロ打ってるんですけど、まあ好きっていうことももちろんあるんですけど、だいたいどこ行ってももう真っ先にリゼロが埋まるホールが多くないですか。やっぱこう一時期の絆、一時期の番長3みたいな状況で、どこに行ってもやっぱ偶数メインで置かれているホールが多いと、もう246とか出たところで何も嬉しくないぐらいの、まあ、裏を返せば1を打つことも少ないん で6に出会える機会、まあ、その自分が打つ打たないもそうなんですけど、周りでも あの台良さそうだなと思ってたら4、5が出ましたとか、まあ、やっぱそういうのもよく見るんで、やっぱ今っていうか、まあちょっと前からそうですけど、まあ、リゼロがかなりホットだなと、最終回というこの場面しっかりリゼロで勝ち切りたいと思います。あ、リプレイの特殊フラッシュ、まあ、なんかあるだろうと言われてます。なんかっていうのがモードの下なのか、当たりまでのゲーム数が短いよっていう下なのか、それともこう当たった後のゼロカラッシュ あのモードって言っていいか分かんないですけど、 AT レベルみたいな、それが高いっていう下なのか何なのかは分かりませんが、ポジティブな要素ではないかと言われております。であとこのベアトリスちゃん、まあ、今僕がベアトリスにしてるんですけど、の下にミニキャラが出てくることがあるんですよね。このほんまちょうどこの足あたりの部分に、でこれもまた何かあるだろうと言われておりまして、でたまにこの2つが重なる時があるんですよ。でこの時は大当たりまでのゲーム数が短いんじゃないかとか、もう本当にこれはもう解析出てないですし、そのサンプルを何万件みたいに何千件みたいに集めた人とかも僕が多分ネットで見た限りではまだいないんで、ある程度予想でしかない部分はあるんですけど、まああくまでもポジティブな要素ではないかなと。あ、出た。しかもリプレイのフラッシュ見てない、適当に押しちゃった。誰がミニキャラプラス特殊フラッシュであったらまあいい挙動なんじゃないかとか、だからまあまず僕がやらんとあかんのはあと100ゲーム以内にこれ貯めたいですね。体操にぶち込みたい。さあそれではスタート。いきなり、はい、ちょっとまあなんて言ったらいいんやろこれ。どうする、まあまあどうするってこともないんすけど、まあいや細かいことはいいですね。とりあえず頑張ろう、今日を頑張ろう、今を。
さあ、おそらくリセットからのコスモチャージ合格で、コスモチャージ、まあ何の巡り合わせか、この聖夜小次郎大好きでしたね、小次郎とか見てるんかな、どんな気持ちなんでしょうね、小次郎からしたら自分がこう引き継いだ番組が終わるっていう、まあ、僕の心境としては小次郎ごめんと、ルクルク守れんかったってっていう気持ちですよね、僕からしたら。小次郎はどうかな、ざまみろとか思ってる、小次郎そんなこと思っちゃう。おお、チャンス目、チャンス目のやつ、まあ当たんないよね。え、取った、はい、いやいや赤文字、はい、ほら、おい、チャンス目からですね、176、ナイス、投資5本。まあこっから最終回の伝説が始まりますかね。そういたしましょう。もし今日とんでもないことをやらかしたらどうですか、もう一回リターンズとかでやってみません、皆さん、皆さんっていうのもあれか、会社の人にね。さあストックできず、大事な大事な計測率は、お、アイザックよし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 、いいぞいいぞ、これはかと一発で逃走、はい、ペガサス、まあまあまあ、またまたまた、そんなそんなそんな、はい、立つんでしょ、え、一発で、まあ終了画面がねこう設定したということで、まあまあどっちみち打つんですよ、うん、どっちみち打ちますけどね。よし、巨人今日一発目、おい、どう、チャンス目、降格チャンス目 50%、 降格ならばね、120ゲーム、これゲーム数の方かな、これ
はい、こっちはちょっと期待ですかね。煽りないか。お、どう、あれ赤、およし、いただいた、これはもらったっしょ。はい、サンキュー、イエイ、140ゲーム、いいですよ、いいね、いいね、早い早い、しかも 80% ですからね。これは決めないかんぞ。おお、ラッキー、これはもういったんじゃない。 100!100!80 か、まあ、でも1個もらってますからね。このパターンいけるパターンでしょう。さあ、はい、あ、先生や、あ、ならず、先生、ペガサス、よし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 、お、流星拳、はい。さあ、赤いせいや、赤いせいや、せいや、青、大丈夫、歌はない、よし、これー、最高、いいよいいよ、最終回伝説が今始まろうとしてますね。アテナ、ペガサス、7揃えよう、7揃えよう、ゲンマ剣フリーゾ、よし、うぅ、カットイン、カットイン、よし、よっしゃー、よっしゃー、はい、さあカットイン、弱いよ、よし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 、うん、ダメダメ、タランタラン、お、お、30、さあこっからリプレイはいらない、よし、あ、よしじゃねえよ、210、 OK、 最低限のゲーム数はもらいましたね、最高、もうこっから通常時には落とさない、終了時間までずっと出す、どうですかこのプラン、最終回にふさわしくないですか。これもうゲーム数の来る、まあ、前兆が来るゲーム数もアイコンも体操もやる気ないんで、ちょっとこれ、あ、ちょっとシフラッシュ700、560行く未来が見えてますね。
758ゲーム総投資15本。まあ、ここまでは人様が決めた運命でございます。コンビニステージから寄りかが決まりまして、もう当たるゲーム数は決まっていたと。だから僕は758ゲームで当たる台に座ったと、ここまでは決まっておりました。ただこれは自力だと思います。ここから先は他人の敷かれたレールで、他人が敷いたレールではなく、自分の力でゼロガラッシュを開くと。頼むぞ、連打で行こう。まず2パーくれ。よし、最高。うわ、6で終わった。はい、弱え。66%。勝つぞ。でも俺は勝つ。一番嬉しいパターンが次ゲームしてパネルが消えること。消えず、スバルからで次ミミ、半分までいかず討伐隊。死ぬほど寒いです。死ぬほど寒いんですけど、一戦目に限り死ぬほど寒くても結構継続する。レム、死ぬほど寒くても結構継続するパターンが多いからの、すいません、なんか早っ、もう終わった。1時間ちょいかけたのに。まあコンビニと、お金払えよ。白ゲー負け後なんで膝枕。もう一周追います。まあ、正直周りもちょっとそんな強くないんでやめてもいいんですけど、一応もう一周だけ追います。うわ、まあここで、まあ、勝てばまた復帰、それしかない。ペガサスアリよしよしよし、これはいける、これはいける、これは立つ。待て、よし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 、さあ背景は、ああ、先生、よし、弱気。よし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 、これも立つ。出ろ、よし、レイオあと1回よ。さあ背景、ああ、先生ならない。リーチをリーチリーチ、よしよし、いけ、あ、頼む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 、よし、これ耐えるっしょ。はい、おっしゃー、あー、あー、しびれる、しびれるぜ。いいね、かっけー。よし、さあもう一回、いいよいいよ、ずっとこれやってれば永久期間ですからね。
勝手に7。ああ、よし30。全然足らんて、全然足らないよマジで。よし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 、さあここからよし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 、まあこんなもんか、もうちょっとやろうや。オッケーオッケー、しかし引き戻してるから順調やん。もう始まってるよ最終回伝説。お、ナイス10、チャンス目10。よしよし、今日ナイス30。せめてアタックくれ。さあまた勝とう、また勝てばいいだけやから。フリッシュな、まあそうでしょう。よし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 、耐えれるよ耐えれるよ、痛くない痛くない、気のせい気のせい。ああ、おだ1116枚。まあ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 、立ち上がりは上出来でしょう。さあこれで1000ポイント、色は普通、もう発展してくれていいけど。あーあー、まあまあ普通か。え、普通か。おお、同感同感、やけに長く感じる。だってもう一個よ。初めて見たこんな、見たことある、みんな初めて、僕ポイントポイントからよ。え、これいいやん、めっちゃいいやん。最後、いや誰が出てきてもいける気はする、この勢いなら。うん、行こう、倒す、お前を倒す。よし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 、これは大丈夫。はい、はい、頑張れよ頑張れよ、ペガサスない。よし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 、大丈夫、立つ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 、よっしゃー
ブリーチ。さあ赤星や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 、よっしゃよっしゃ、これはいったろう。はい、めっちゃうまくないこれ。よっしゃー、やれてる、やれてるよ今日。よし、アテナアテナペガサス、カットイン。さあ7を揃えよう。よし、ちょっと現場剣フリーズをさせたい。よし、え、さあいいいい、カットインは来てる。よっしゃ、これはもらった。おっしゃ、50も、あーフリーズせず、もう一回いこう、もう一回なら。カットイン、カットイン、180、もうちょっとやれていいけどな。よしよし、さあまた頑張ろう。さあまた勝てばいい、また勝って復帰。流星拳で、ああ、ああ、ダメか、ダメだ。1681枚、やれんな。いや、やれてるんだけどやれてない、うん、やれてるんだけどやれてない。なんならラッシュ出てこい。あ、そうだね、発見。いやでもいいよ、やばいぞ。まあこういうのを買ってこそでしょう。ミミからの苦しり、やべ、いや所詮はやっぱサプライズ継続待ちみたいなとこありますから、あるあるある、大丈夫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 、もう続くんちゃうかな。続いた、こう設定ほど出やすい画面。これでもここで続いても次ならならならあるもんな。
そう、34本ゲーム数765、まあ、かなり時間もかかってしまいましたし、ね、もう全然運命に抗えていないというか、レールの上を走り続けるような一戦でしたが、それもここまで、ここからです。34なら取り返せる。頼むぞー。わー、3はやる気ある。あー、いい。61%、2対61%を2回通すだけ。まあ、ゼロカラッシュに入りさえすれば34取り返せますから。スバル来い。レベン、さあ頼むぞ。絶対勝つ。よーし、レムから。リカード、レムから始まってで、リカードからのブルース、さあこれも大丈夫でしょ。いや大丈夫大丈夫。さあ戦うぞ。 61% で AT ですから、このレバー超大事。頼む、大丈夫か。青背景、レムから。いや、やっぱチャンスアップ最後めっちゃ大事なんで、負けるときすんなり終わること多いんですよね。リカード来い。いやー、もう大丈夫、もう大丈夫。半分待って、いやー、もう間違いない間違いない、もう負けようがない。最高に美しいボタンをお見せしましょう。綺麗、取り返すぞ。3回目にしてやっと撃破です。この戦い、我らの勝利だ。こっからずーっと強調引け、ずーっと強調引け。完走したいね。頼む、連絡くれ、鬼がかれ。はい、よーし、鬼がかれ。よっしゃー、外れから。おっきいの来い来い。うわー、もうセクシーなレムリンが95。まあまあ、ぼちぼちじゃないですか。大満足とまではいかないですけど。パネルは微妙か。まあ大体高設定でたくさん AT 入っても、まあ、下位の AT というか、まあ、なかなか出玉の伸びにくい AT であることが多いですから、 A、B ぐらいまででしょう、完走できるのは。よっしゃー、素晴らしい。何度か白氷の上歩いてます。今までの人生のようだ。チャンスはもらうんすよ、チャンスは。
青空の下、グループの最終回にふさわしい天気じゃないでしょうか。最後まで番組をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。